阪神3801.3901系電車。阪神3801.3901系電車。阪神3801.3901型電車は、阪神電気鉄道が、かつて所有していた、優等列車用の電車である。特急、急行運用が主体だったため、急行系車両に分類されることがある。百七十四年から百七十七年に、 かけて、西大阪線、現、阪神南馬線の南馬駅延長計画を見越して、同線用に4両編成3本計12両が製造された。その後の情勢の変化に伴い、1986年に6両貫通編成の8701.88018901型と2両編成の7890.7990、軽電車に改造された。 改造後の8701.88018901型は、阪神本線の優等列車事業に充当されいたが、2009年に廃車された。一方の7890.7990型は7861型とともに、向川線で運行されており、2011年現在も在籍している。本校では、本形式及び、 本形式からの改造車両である8701.88018901系7890.7990系の両形式についても紹介する。阪神南波線は当初電房線という名称であったが太平洋戦争後の南波駅延伸計画により1964年5月に千鳥橋駅から西九条駅まで延長して 西大阪線と解消した。続いての延伸区間では、安治川橋梁と地下の急上駅の間に最大40パーミルの急勾配が生じることとなり、西大阪線延伸時には急勾配区間の走行に対応した急行系車両を投入することとなった。7801系以降の急行車は発電ブレーキを省略しており、7001型では 立候専用の電気子直波制御を採用していたが、これをベースに抵抗制御に戻し、発電ブレーキを再度取り付け、さらに下り勾配に備えてそもそも速ブレーキを追加し、主電動機の出力を増強した3801.3901型を製造することとなった。なお、本形式の設計計画時には、 乗り入れ先の近鉄奈良線の車両規格に対応した20メートル級の4扉車として計画されたという話が残っている。ただし、3801.3901型加別の形式化は不明である。車体は7001.7101型に準じるが、車高が若干低くなった。1977年に増備された3905回では、阪神で 初めて車体正面及び側面に種別、行き先表示器が設置された。両端の先頭車の車体長が 100mm 長くなって、運転台部分の拡大に使われ、乗務員扉の幅も従来の 500mm から 550mm に拡大された。台車は、阪神発の S 型民電台車である、住友金属工業製 FS-390。 3801KFS-090 3901K を装着し乗り心地の向上を図った。以後の新車は8000系の最終増備車まで急行系、普通系双方とも S 型民電台車を採用している廃車発生品利用の5131系5331型を除く。主電動機は 出力を従来標準の 110kW、300V から 130kW、340V に増強され、東洋電気製造製 TDK-8140A を3801型に4機搭載、歯車比はそれまでの74、13から81、14に変更された。制御方式は再び抵抗制御に戻り、そもそも速ノッチが追加された。 三菱電気製電動化無軸式制御機のアブフム -138 から15マダと主抵抗機を3801系機数車に搭載した。ブレーキは電空併用そもそも速ブレーキ付きの HSCD 電磁直通ブレーキを装備した。将来の路線の高架化、地下化による線形変更を見込み、そもそも速ブレーキ対応のため発電ブレーキを復活した。 指定工機については3801系奇数車に搭載しきれなかったものを3901系奇数車にも搭載している。電動発電機は79馬の CLG-346 を3801系偶数車及び3901系奇数車に搭載。空気圧縮機は DH-253801 系。 偶数車及び3901型に搭載した。3905回では搭載機器とその配分に一部変更があり、空気圧縮機を C-2000M に変更したほか、従来3801系偶数車に搭載していた、電動発電機を3901系偶数車に搭載し、3901系奇数車が搭載していた、 主抵抗器を3801系偶数車に搭載することによって、中間車の車重を軽量化することにより、編成単位での重量の均等配分を図った。パンタグラフは3801系の奇数車に、下枠交差式を2機搭載し、冷房装置は半身標準の分散式マウマイナス 13H を7001系同様パンタグラフ搭載車は6台。 非搭載車は7台搭載した。座席は、多形式と共通のロングシートで、緑色格子柄の化粧板も7001型を、踏襲した。なお、種別、行き先表示器は3905回が登場した1977年に、先の2編成にも追加で設置された。連結機は、先頭車の前頭部に、バンドン式密着連結機を取り付けたが、 中間車は4両固定編成で通常を切り離すことがないことから、防連結器とした。1974年に4両編成2本、1977年に4両、編成1本の合計12両が、向川車両工業で製造された。編成は4両固定編成で、両端の先頭車は制御車中間車は、電動車からなる TCMMTC TC の4両編成を、 基本都市、奇数番号車が大阪型、偶数番号車が神戸型に連結されていたのと、奇数番号車と偶数番号車と d m、MM、ームユニットを組んでいたのは7001型と同じである。3801型は3編成12両が製造され、7001型とともに、阪神本線の特急や急行といった優等列車運用を主体に使用された。 西大阪線の延長は、沿線住民の反対や阪神本線の輸送需要の伸び悩みなどで地として進まず、やがて凍結状態となった。阪神の優等列車運用が一部の休行、準休運用を除いて6両編成が基本になると、4両編成の本形式は、不足する2両を同じ発電ブレーキを持つ3501型などの2両編成を連結して補っていた。 しかし、その他の赤道車は7801.7901型を、はじめとした発電ブレーキ未装備の車両が大半を占めていたため、1980年代に入って3501型や3561.3061系の置き換え計画が具体化してくると、平結対象の形式がなくなり、阪神本線での運用ができなくなる状況が予想された。 3901回の1編成4両は、1986年3月13日付で、廃車された。同編成は製造以来故障が多く、原因不明の脱線事故も続発していた。1985年4月22日に、スマウラ公園発阪神梅田駅特急として、運用中、山陽電気鉄道本線スマデラ駅月、宮前駅間で発生した。 原因不明の脱線事故を機に運行停止となり、1年後の1986年に廃車となっている。こうして、本形式は4両編成2本の8両が残るのみとなった。西大阪線延長が頓挫する一方で、阪神本線の優等列車運用が6連中心となっていた。3901回の廃車を機に、残りの2本8両が1986年夏に、 蘇生変更を行い、本線用の6両編成1本が8701.88018901系、向こう側線用の2両編成1本が7890系、7990型に形式変更された。各形式における3801.3901型との相違点については、以下の通り、前日の通り、 本線の優等列車用として1986年に3903回の大阪型3両と3905回の神戸型3両を組み合わせて登場した。編成は当時最新鋭の8000系と同様に TCMM の3両ユニットを2組組み合わせた6両編成で、松引き数番号のユニットが大阪型に偶数番号が 神戸型に連結されるのは8000系と同様であるが、ユニット間は8000系とは異なり背中合わせになっていない。形式は、両端の制御車が8901系、中間電動車の内パンタグラフを搭載している、車両は8801系、パンタグラフのない車両は8701型にそれぞれ、改版された。新旧車両番号の対応は、以下の通り、 形式変更後も性能に大きな変化はなく、電動発電機や空気圧縮機といった補助機器の搭載位置の変更はなかった。また、神戸型戦闘車の8902は3906が種車であるため、大阪型戦闘車の8901、93903より、車体長さが100ミリメートル長くなっている。産両ユニットで検査を行うため、 ユニットの端部になる8701の神戸方と8802の大阪型に簡易運転台を設置するとともに連結機を従来の棒連結機からバンドン型密着連結機に変更した。先頭車の尾頭脇に取り付けてあったジャンパ船受けを撤去した。大阪型ユニットと神戸方ユニットの間に母船が引き通されたため8802の 神戸方パンタグラフが撤去された。ただし、パンタグラフ撤去後に冷房装置の増設は行われなかったことから、8802の冷房装置搭載数は6個のままである。内装では、客室の化粧板が8000系、タイプ2以降と同じベージュ系ドット模様に改装された。乗務員室の化粧板は緑系のままである、口術の7890系。 7990型も同様。登場は、神戸法ユニットの8802の8702の8902が1986年8月7日に、大阪法ユニットの8901の8801の8701が9月24日に、向川車両工業において竣工し、試運転後、同年秋から営業運転を開始した。 MT4M2T の6両編成で、主電動機出力が 130kW と強力であり、他の急行軽車両に比べて、加速性能が優れていたことと、運転士には列車ダイヤの送り降り、戻す際に重宝されたという、8000系同様の6両貫通編成であった。ことから、特急や快速急行といった阪神本線の最優、等列車を中心に運用された。 1989年には整備の省力化を図るため、補助機器の乾燥と機器の集約が行われ、電動発電機は従来79馬の CLG-346 を編成中3機搭載していたが、このうち8901と8902に搭載の分を1 1 9馬の CLG-350M に乾燥して、8701の MG は撤去。 その代わり空気圧縮機は8701に C-2000L を装備して8901に搭載していた DH-25D を撤去し、このほか、両戦闘車消火のジャンパ線も撤去している。登場当初はドアカット装置を設置しておらず、大阪型戦闘車部分にホームがない三宮駅三番線降車ホーム側の扉を ドアカット開閉できない制約があったため、1991年から快速急行への充当を避けていた時期があった。1998年にドアカット装置が追設され、戦術の制約がなくなった後は再び快速、急行にも使われるようになった。本形式の改造内容は、翌1990年から実施された7 0 0 0系。 および7 8 0 1系三次車の2 0 0 0系への改造時に応用の上取り入れられた。3904.3905の戦闘車2両は MCTC の2両編成に改造され、向こう側戦専用車として投入された。3904は電装化の上 MC 車の7892、3905は不随車のまま TC 車の7992、 開板された。新旧車両番号の対応は以下の通り、先頭車は付随車であったため電装化改造が必要となったが、台車、制御装置等は3801系の発生品を流用している。7890は電装化が行われ、台車は付随台車の FS090 から電動台車の FS390 に換装 制御装置は 1C4M のアブフム -138 から15まで改めに改造された。向こう側線の最高速度が時速 45km と低いため主電動機は4大永久直列となり、発電ブレーキは撤去された。7890は前よりから2個目の冷房装置を撤去し、下枠交差式パンタグラフを1機搭載した。 同時期には7861.7961系の電装化改造車7871.7873が同様の形態で改造されている。全長は百九十九三千九百四がメートル、七千九百九十九三千九百五はリメートル、長い十ミリメートルと、 なっている。神戸型戦闘車の3904を電装改造したのは3905に搭載の空気圧縮機を流用できること3904の搭載機器数が少なく改造が容易であったことが大きな理由である。これにより電動車が偶数向きとなったためトップナンバーを形式名とする阪神の車両番号付番ルールに従い阪神では 唯一の末尾が例で始まる形式となった。本形式の改造工事は1986年9月29日付で、竣工し、向こう側線で運行を開始した。1994年には7990の運転代行部に車椅子スペースが設置された。2009年の8801系の廃車以降、阪神で、 貫通ホロ付きの三面折り妻を持つ車両は7890.7990の2両のみとなっている。8801型は本線の急行用車両として7890型は向川線専用車両として運用された。両形式とも1995年の阪神・淡路大震災での被災はなかった。1998年2月の 直通特急運航開始時には、8801型は直通特急対応の改造は実施されなかった。2001年3月の直通特急大増発に伴うダイヤ改正では、8801型は阪神本線内完結の運用が多くなり、朝夕ラッシュ時と甲子園駅臨時特急にのみ運用されることが多かった。 阪神南波線を介した近鉄奈良線との乗り入れに、際して2006年から2008年にかけて、既存戦闘車の連結機を従来のバンドン式から回り個式に換装する工事が実施されたが、8801系7890型では実施されていない。7890.7990型では7890系の座席下に偏差アダプタを収納している。 8801型は線形の増備に伴う代替廃車の対象となり、2008年11月22日に阪神山ヶ崎車庫から山陽東スマ車庫に改装後、深夜に山陽東二見車庫へ改装され、同車庫に留置された。西大阪線の南場延伸、イコール阪神南場線開業を見込んで製造されたものの、その阪神南場線へは乗り入れることなく、 2009年2月16日付で廃車された。2000年10月1日からの向川線のワンマン運転開始に伴い、7890、型は7861系7964回7966回7968回と、共にワンマン運転対応改造が施行された。2011年に乗降扉を8 0系のリニューアル工事で、 年出されたものに交換され、ドアエンジンも更新された。2017年4月1日時点では、7890.7990計の一編成2両が在籍している。2006年4月1日現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。